はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策図形シリーズ第21弾の後編やっていきます。今回は2番と3番の解説ですね。まあ1番に関しては概要欄の方からぜひね、チェックしてみてください。では、まあ前回の続きなんでね、早速画面下げて始めていきましょう。動きます。よっよっ。一応ね、消してきました。もうちょいか、ごめん、この辺が。よし、行きましょう。で、まず2番は角度です。で、この問題1番が、まあ、照明がちょっと重たい照明、難しめの照明だったんで、2番もね、自分で解いた時に結構身構えていったんですよ。やべえかもしんねえって思ったら、すげえ簡単なの2番は。そう、気づけばね。で、まあ1番で照明やってるんで、まあこれ大体使っていきますと。で、まず PAQ が52度なんで、ここですね、ここ、まあ52度ですと。ちょっと丸でどう入れたか わけわかんないね。50にしとこうか。ここが52で、まあさっき合同照明してるから PAQ でしょ。で、 PAQ だと DCQ が対応するから、まあここも同じく52度ですよと。で、その時に PQC だ、ここだね。ここの角度を求めたいと。じゃあどうするって考えた時に、これさっきこの三角形 APQ ありますよね。ここ90度で、ここ52度だから、当然残ったここ、普通に書いちゃおうか。ここの角度分かりますよね、計算で。全部三角形180だからさ。だから180から角 PQA か、ここね、ここ、180から90と52を足すと142なので、180から142を引いて38度と。つまりこう38度なんですよ。こうやって。で、その後に、あれっつって、ここは52、52でしょ。で、当然、ここと、ここも、さっき合同で同じって言ってるから、ここも38なんですよ。こうやって。ってことは、×。求めたかった三角形、PQC か。PQC は、直線、直線の上って180度なので、180から38、2個分。だから76か。引けばいいんで、答えは104度ですね。っていう、もう一番のこの温度差ね。っていう感じで終了でございます。まあ、本番は3番です。で、これは今回自分が解いた方法が、まあ答えに載ってたものもほぼ同じだったんで、まあそれで紹介します。もしかしたらもっと分かりやすかったり、やりやすいものがあればね、まあコメント欄とかで書いてみてください。で、三角形 ABP の面積が24です。ここです。ちょっとあんまごちゃごちゃ書くと分かんなくなっちゃうんですけど、ここね。ここが、面積24です。で、次に、PDQ の面積。PDQ だから、ここですね。ここが、いや、上はダメだ。ごめんね、こっち行くわ。が、25かな？そうだね。その時に長方形全体 ABCD の面積求めなさいと。で、自分これ見た時に、まあ、図形苦手なんでね、持ってる知識だけを振り絞ってやったんですけど、何を思ったかっていうと、こことここ、出てるじゃないですか。で、パズルで考えた時に、ここがさ、まあ、空いてるわけですよ。ここがね。で、その青の部分の面積が分かれば、例えば24、25足して49ですよね。で、もしここが11だとすると、49と11で60になりますと。そうするとさ、長方形を、こう、対角線で1個切ってるから、ここが60なら反対も60なんですよ、絶対に。あ、だったら答え出るじゃん。と思って、じゃあ長方形の面積を求めるために、この青の部分の面積が分かればいいんじゃねって思ったんです。だから、そこの面積欲しかったんで、まず面積を、まあ、X とかって文字で置いたのね、最初。こっからスタートしようと。で、どうするかなって考えたときに、まあ、よく辺の比を使ったりするので、今回ちょっとそれで攻めてみようと思って行きました。結局それでハマったんですけど、で、どうやるかっていうと、まず、今、この青の三角形、ここね。こいつと、右の赤の三角形見てください。ここ。この二つの三角形って、高さが共通なんですよ。高さが共通。どっちの三角形も、ここが高さのてっぺんで、こっから下ろした。まあ、書かないけどね。ここが高さになると。つまり、今、面積は X
X と25なのね。X と25。だから、高さが共通なので、底辺、高さここだったら底辺はこっちだよね。それぞれ。底辺の比が、X 対25って置くことができます。これですね、三角形の相似比。まあ、三年生のね、最後の方に習いますけど、相似比のとこやってると、あれ、二乗しないんですかなんてちょっとね、こんがらがってしまう。まあ、特に面積の話をしてるのね、方がいらっしゃるんですが、相似比っていうのは、相似なので、ちょっと話すと脱線してごめんね。相似ですよね。だから、ドラえもんのさ、ビッグライトでっかくした時にはまるってこと、同じになる。単純に大きくしたもの、拡大したものとか縮小したのは相似なんですけど、底辺も、例えばこれがさ、底辺が1対3。ね、3倍です、長さが。だとしたら、高さも1対3になってるんですよ。底辺も3倍になれば高さも3倍。だから2乗してサザン学で1対9なんです。比としては。でも今、高さは共通なので、高さが同じだったら、その面積比っていうのは底辺に依存するの。底辺の比がそのまま面積の比と一致するっていう。高さ同じだからね。なので、今その青の部分、まあ、底辺の部分が X 対25になりますと。あ、これ使えんなと思ったわけです。で、どうするかっていうと、こういう問題で解き方として、辺の比が置けたじゃないですか。じゃあ、もう一回、ここ、上入るかな？ちょっと横にしていい？ここの比を、違う三角形を使って、ほにゃらら対ほにゃららって置けないかなって考えるんです。使う技としては。で、ごちゃごちゃしてるんですけど、今高さがここでやりましたよね。この青と赤で。じゃあ違う三角形で攻めてみようと。でも、ここを、この底辺をね、この長さで使わなきゃいけないから、このままだとないんですよ、三角形が。例えば、こことかね、こっちはあるんですけど、ここがないの。だから補助線引くしかないなと思って、黒のがわかりやすいかな。こっから、ここに補助線引きました。こういう、この黒の三角形、ここね。ここです。で、この黒の三角形と、右の、右はちょっと青塗っていい？ここの三角形。この黒と青の三角形って、高さ同じじゃないですか。ここ、横だからね。横と同じになってる。高さ共通で、底辺がちょうどこことここ使ってくれてるから、この黒の面積と青の面積が出てくれれば、高さ同じだからさ、さっきと同じように、その面積がこことここって書くことができると。そしたらもらったなと。じゃあそれどうするかって考える。で、まず、この青。これは1番で APQ と CDQ 合同出しました。APQ はもろにこの青なんです。CDQ はこの青なんです。同じなんです。だからここの面積 X なの。だから右は OK だと。問題は黒なんです。黒。で、これをどうするかっていうと、ちょっとパズルゲームみたいな感じでやっていきます。ここ出したいのね。で、ちょっとごちゃごちゃしてるんで、ちょっとごめんね。ラフで申し訳ないんですけど、Q がここにあったら、Q で、B で、A で、D か。こうなってると。で、ここが欲しいんです。ここがね。ここが欲しい。で、今、全体考えたときに、全体って、もともとね、ここで左の、ここ全体。24と X と25を足したのが全体なんですよ。もともと、24足す X 対25をまとめると、X 対49っていうのはこの三角形 ABD だったわけです。で、ここで使いたいのが、この青の面積。こいつ。こいつと、この赤。赤はね、こっちなんだ。ここ。ここか。ここで書いちゃおう。この赤と、この青の面積、同じなんです。つまりこれ X なんです、ここ。X。なぜかっていうと、ちょっと上と下でごめんね。この赤とこの青って高さ共通なんですよ。ここ高さでしょ。こいつの高さも横だから同じ高さ。で、しかも底辺も共通なんですよ。DQ で。当然底辺高さが同じだったら面積は同じです。つまり X なんです。今、ここの三角形全体が X たす49なので、X たす49から X を引いたものが欲しかった、黒の部分になるから、この黒の面積は49になります。で、話を戻します。ここが49で、ここが X って分かったから、高さ共通でしょ？つまり、
さっきと同じように49対 X と置くことができるんです。こうやってね。で、辺、同じね、辺の場所で比を2パターンで置いた場合、青の方、X 対25。ちょっと黒が混ざってごめんね。X 対25と49対 X っていうのは、表した辺の比は違うけど、同じもののことを言ってるから、当然イコールで結べますと。じゃあこれ解こうぜって。比は、比例式ね。は、外外中中で掛け算するので、外外掛け算すると、X の2乗。で、中中は、これ25だけど49やってもいいですけど、あまりにもでかくなるのが分かってるので、あえてこうやって計算しません。しない。で、ここの2乗外すと、左辺の2乗かわ、と、外す代わりに、ルールとしては、プラスマイナスルートをつけるのがルールです。計算上。まあ、後で外れるんだけどね。で、25×49 が中に入ります。この25と49、どんな数字って、これ5の2乗、25ってね、かける49は7の2乗なんですよ。いい？で、これも、書き直すと、2乗ってこう書くことができます。まとめても構わない。まあ、ここまでやんなくてもいいんだけどね。ルートの中の2乗ってのは外に出てこれるんです。だから、これがそのまんま出てくるので、結局ルートが外れて 5×7 なんです。両方2乗だから。いい？で、これやると、プラスマイナス35になります。いいかな？つまり X はプラスマイナス35なんです。ただ、X は面積なんです、今、置いたのが。面積にマイナスはありえないので、まあ、ちゃんと途中式書くんだったら、X は絶対正だからね。正の数より X イコール35とか書いてください。書かされるんだったら。ってことは、この面積35って分かりました。最初に戻ると、ここが分かってしまえば半分が分かるでしょ？つまり、24足す35、あ、X ね、35。で、右側が25か。これが2つ分あるんです。これは左上の三角形。なので、その右下のね、三角形が2倍しなきゃいけないから。で、括弧の中が、84か。2倍すると168か。となって、これセンチメートル使ってるよりもと思ってね。ちょっと待って。あってね。ってことは、単位つけて、平方センチメートルと。これで終了となります。まあ、最初にも話しましたが、もしかしたら違うアプローチ、もっと簡単だよってあるかもしれないんですけど、ひとまずこの平行線、まあ、高さが共通で、底辺が、変わっている時の比のね、出し方とかは結構使う問題なので、ぜひね、このやり方覚えておいてください。では、今回のね、この知ってと問題、ちょっとね、2本の動画に分けてしまって申し訳なかったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、図形問題はどうしてもね、こういうタイプが多くて、今まで避けては来たんですけど、まあ、これでもありだなと、皆さんがね、それでも大丈夫だよっていうことであれば、ちょっと難しい問題とかもこういう風に分ける形で動画撮っていこうかなと思いますので、まあ、よかったらその辺の意見もね、コメント欄に書いてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。